その後も大規模な工事で2回か3回やってますけど、すべて募金ですね。だからそういう意味ではね、日本全国の横も下もそういう構造の二重構造になっているんですね。そんなようなことでですね、でもやっぱりそれそういう元のね、あのものをできるだけいられてます。でこれは本当に貴重品で、これ1本しか今見えるところにはないんですね。船をこう U 字型にでずっと立ってるんですね。肋骨って感じで、これが肋骨です。でこうやって本当はずっと立ってたんですね。全然お金出してくれていて、で作ってちゃんと残してあります。でやっぱりそういうことが、でここですね、これ建造時の木材残っていまして、これ真っ黒なのは日本の戦後の食糧難の時代に活躍をした木造船の直接的な資料として、まあ、この船が今残されていることは大変意義があることだ、まあ、意味のあることだ、船遺産として認定していただいたことはまさにそのことを広く世間社会に訴えていくことにつながる認定であるということで、私たちは大変そのことを喜んでおります。産業遺産としての福竜丸と原水爆のない世界を何とか実現したい、あるいは原水爆のことを伝えていきたい、その平和遺産としての第五福竜丸、その2つの遺産として広く多くの人たちにこの船を認識していただき、またこの船を通じてさまざまなことを学んでいく、考えていく、そのきっかけにしていただければというように思っています。